皆さんこんにちは。Qちゃんという愛称で親しまれ、2000年のシドニーオリンピック女子マラソンで金メダルを獲得、世界記録も持っていた陸上長距離のレジェンド高橋尚子さん、女子スポーツ界で初めて国民栄誉賞を受賞した人物でもありますよね。そんな高橋尚子さんの現在の姿が今話題になっています。そこで今回は高橋尚子さんの病と現在結婚していない理由について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。高橋尚子さんは岐阜県岐阜市出身の1972年5月6日生まれです。高校時代から岐阜県1位など優秀な成績を残していましたが、全国では目立った成績を残せていませんでした。しかし大学生時代に 1500m で初めて全国優勝を果たします。他にも関西インカレでは 800m、1500m、3000m で何度も優勝。大学を卒業すると恩師の言葉もあり、小出監督率いるリクルートに入社しました。リクルートでは目立った成績を残せませんでしたが、小出監督の移籍に伴って積水化学に移籍すると、練習パートナーを務めていた鈴木ひろみさんの優勝を見て本格的にマラソンに転向することを決意。そして1998年には名古屋国際女子マラソンを日本記録で優勝を果たします。その勢いは止まらず、その2ヶ月後に行われた IAAF グランプリ大阪大会でも日本女子選手初となる優勝、一気に日本のトップ選手に躍り出ました。しかし1999年8月29日のセビリア世界陸上の女子マラソン代表に選ばれていたものの、レース直前に左膝を痛めて欠場。その後も10月にサウスポーを骨折したり、2月には食あたりによる腹痛を起こして入院するなどアクシデントが続きました。それでも2000年3月12日五輪最終選考会となった名古屋国際女子マラソンに出場。体調は万全ではありませんでしたが、前半1時間12分40秒とやや遅いペースで中間点を通過すると、間もなくして 22.5km 過ぎで先頭集団から自ら抜け出して一気にペースアップ。後半1時間9分39秒で駆け抜け、2時間22分19秒の大会新記録で優勝。これによりシドニー五輪で代表として出ることを決めました。そして2000年9月24日シドニーオリンピック女子マラソンでは 26km あたりからデッドヒートしていた選手を、そこから 10km ほど走ったところで父親にサングラスを投げ渡し、スパートをかけて突き放します。そのまま五輪最高記録を更新する速さでゴールし、日本陸上界では64年ぶり日本女子陸上としては史上初となる金メダルを獲得、国民栄誉賞を受賞しました。これ以降も成績を残していきますが、2007年にアメリカボルダーで右膝関節の半月板を半分切除する内視鏡手術を受けます。翌年も同地域で合宿を行い、小さな大会ながらも優勝を重ねていて、合宿は順調との報道もされていました。しかし練習を積み重ねていく中で、それまでと違い大きな大会で優勝を狙う練習メニューがこなせなくなり、プロ高橋の走りができなくなったことなどを大きな理由として2008年10月28日記者会見で現役からの引退を表明しました。マラソン選手として偉大な功績を残した高橋尚子さんは現役引退後どうされているのでしょうか。現役引退前からですが、高橋尚子さんは2006年11月から大阪学院大学の特任教授に就任しています。マラソンを通じて培ってきたスポーツの知識や技術経験を生かし、講演会入学式での祝辞などで学生たちにメッセージを与え続けています。そして高橋尚子さんはマラソンランナー現役引退後、スポーツキャスターとしてスポーツ番組として活躍しています。さらに2009年からアフリカの子どもたちに靴を送るプロジェクト、スマイルアフリカプロジェクトに取り組んでいます。貧しい途上国の子どもたちのために小学校などで使わなくなった古いシューズを回収し、高橋尚子さん自ら足を運び届けています。2019年3月1日には
不動産、管理事業を中心に金融、出版、ホテル、高齢者支援事業を行うスターツコーポレーションとスポンサー契約を締結。同社陸上競技部アドバイザー就任を発表しました。スポンサー契約によって今後はスターツグループの CM や広告への出演や同社が主催するイベントへのゲスト参加に加え、高橋尚子さんがイベントなどで着用するスポーツウェアにはスターツ社のロゴが入るようです。このようにマラソン引退後の高橋尚子さんは引退翌年からキャスターやマラソン講師、日本陸上競技連盟理事など幅広く活動し、仕事の幅を広げていました。では年収はどうなのでしょうか。テレビ CM 出演でのギャラは1本およそ3000万円以上と言われています。スポンサー契約なら1年間で契約料だけで最低1000万円、最高で5000万円程度と言われています。そして市民マラソンでゲスト参加した際のギャラは1レースが200万円とも言われています。テレビでのマラソン解説やキャスターの仕事であれば1回の収録で30万円以上にはなるでしょう。それぞれの報酬を合算すると年収は多くて1億はないくらいではないでしょうか。実績のある方ですので、やはり年収も高額ですね。最後に高橋尚子さんが結婚していない理由についてご紹介しようと思います。高橋尚子さんにはパートナーがいないわけではありません。いないどころか10年単位で同棲している彼氏がいるとすら言われています。高橋尚子さんは50歳を超えていますが、なぜ結婚していないのでしょうか。まずお相手の男性をご紹介します。高橋尚子さんの旦那候補と言われている男性は西村光さんです。2人が出会ったのは1995年アメリカボルダーでの合宿中でした。マラソンチームのスタッフに自転車選手だった西村さんを紹介されたといいます。西村さんはその後高橋尚子さんのマッサージ担当になり、2000年の高橋尚子さんが金メダルを獲得したタイミングで告白しました。しかし結果はダメでした。それもそのはず、当時の高橋尚子さんは他のコーチと付き合っていました。そして時は流れ、高橋尚子さんが2005年に小出監督のもとを離れ結成したチーム Q が解散しました。この時高橋尚子さんは引退を決意しますが、引退を現実的に受け止めるのと同時に、彼がいなくなったら私はダメになると西村さんの大切さに気づいたのだとか。これをきっかけとして2人の交際はスタートしました。そんな2人はこれまで一切結婚を匂わせなかったわけではありませんでした。2013、14、15年に結婚は年内にはといった内容の発表をしています。ですが結婚することはありませんでした。2017年に出演したぐるナイでは3回戸籍謄本を取り寄せ、3回とも期限が切れたと意味深な発言。吉田沙保里さんに結婚はいつと聞かれると、私が教えてほしいと困ったような返答をしたものの、この放送の数ヶ月後に受けた取材で同様の内容について聞かれると、西村さんと共に結婚がいつかは考えてないよねと言い合い、365日のうち360日は一緒にいるので結婚しても変わらないとにこやかに答えています。最近では2020年に岡ベロに出演した際に、明日してもいいししなくてもいい、スルスル詐欺みたいになってて自分で最近は発言したくないと結婚に対して後ろ向きになったかのような発言がありました。では一体なぜこうなっているのでしょうか。この結婚しないムーブの裏にはある2つの理由がありました。その2つの理由には両方とも西村さんの両親が関係しています。1つ目は高橋尚子さんがすごすぎるからです。高橋尚子さんはご存知の通り五輪金メダリストで国民栄誉賞受賞者、これほどの実績を持っている人など国民の 0. 数パーセントもないと言っていいです。西村さんも自転車競技の選手としてアメリカコロラド州立ノーザンコロラド大を得てアスレチックトレーナーの資格を取得するなど優秀な方なのですが、西村さんの両親は高橋尚子さんが奥さんだと
西村さんが肩身の狭い思いをしてしまうのでは、と考えてしまい、OK を出せていないそうです。両親は実業家で裕福だと言いますが、高橋直子さんの実績に及び腰になってしまっているのですね。2つ目は、高橋直子さんのパチンコ依存症です。2016年、高橋直子さんは週刊誌に、昼前から閉店までの1日11時間もの間、パチンコを打ち続けていた姿が報じられてしまいました。この日は、トイレと飲み物を買いに行く以外は、休憩もなく打ち続けたという高橋直子さん。話によると、10時間以上パチンコを打ち、ドル箱を並べていた。ロケ先でもパチンコ店を見つけては、寸暇を惜しんで打ちに行く、など、パチンコ狂いの一面が、周囲からは依存症の域と言われているそうです。高橋直子さんはこれについて聞かれた際に、月に数回しか行かないと依存症を否定し、あくまで息抜きだ、と強調していましたが、精神科医によると、依存症である人間ほど、たまにしか行かない、と否定するものです。やめられないと認めてしまうと、さらに歯止めが効かなくなるからです。ギャンブル依存症というのは精神疾患ですし、どうしてもやめたいなら通院する必要もあります、と。これは依存症の人間に見られる発言だとしています。他にも、複数人でみんなが知っている共通の話をしている時にも、唐突にパチンコの話をしたがるそうで、会話をしている人間の中に、少しでもパチンコを知っている人間がいたりすると、〇〇は演出が楽しい、〇〇点はよく出る、と話したがるそうです。西村さんもこの趣味にはついていけておらず、最初に1、2時間打つと西村さんは帰り、後で迎えに来るのが習慣なのだとか、この他に競馬と競輪もやるそうなので、典型的なギャンブル依存症なのではないでしょうか。確かに、息子の結婚相手がギャンブル依存症とあっては、OK を出さないのも納得ですよね。これらの理由により、西村さんの両親は OK を出さないそうです。果たして、高橋直子さんは、結婚することができるのでしょうか。いかがでしたか。今回は、高橋直子さんの、現在、病と結婚していない理由についてご紹介しました。五輪金メダリストで国民栄誉賞受賞者という、素晴らしい実績を残していますが、ギャンブル依存症とあっては、結婚できないのも納得です。ほぼ事実婚状態とは言われているので、結婚できなくても困ることはないのかもしれませんが、結婚はしたいように見えるので、ギャンブルを控えるようにしてほしいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。